日本鹿児島県薩摩仙台市山の口町、山の口町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町山の口町、川内市山の口町。郵便番号は895-0032。人口は131人、世帯数は58世帯。薩摩仙台市の本土側の南西部、勝目川の下流域に位置している。 アザイの北方から東方にかけては、勝目町、北方から西方にかけては、ヤ倉町、西方には、小城江町、南方には、川長野町がそれぞれ接している。アザイの南端部、小城江町町及び川長野町との境界上に耐えた毛があり、その東側を、旧薩摩街道が通っており、その周辺に集落が散在している。 阿生駅の中央部を以前は国道3号が南北に通っていたが、熊野城バイパスが現道となったのに伴い、旧道部分は薩摩仙台市道となっている。阿生駅内には鉄道は通っておらず、最寄り駅は熊野城駅である。山口町というあざ名は、付近が大麻東での障子山口原の区域であったことに由来する。 1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め小波区域変更により、大技東出を廃止しそれの区域中時鎧、人司令き、田中平、土取、山口源前古黒江、竹本、上永田の区域を山の口町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、 薩摩郡川内町大和東での内矢座鎧、人司令駅、田中平、土鳥、山口源前里、黒江、竹本、上永田の区域をもって川内町の町、山の口町が設置された。翌日の2月11日には薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。2004年10月12日に川内市、東郷町、入木町、 ケ道院長ン町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。麻生駅内には鉄道は通っていない。最寄りの駅は熊野城駅である。ありがとうございます。